ラフィクシャミ、2013年ラフィクシャミはシリア出身のドイツ語作家。千代人よ物語の伝統を受け継ぐような語りの魅力を持つ童話風の作品を多数発表しており、物語の多くは故郷ダマスカス周辺が舞台になっている。代表的な著作に、ハエの乳絞り、夜の語り部、愛の裏側は闇など、作品はしばしば、 ベストセラーになっており20個と5以上の翻訳がある。本名はサヘイル・ホデルであり、筆名のラフィクは仲間、友人、シャミはダマスクス人のい。ダマスカス旧市街のキリスト教徒居住区に生まれる。両親ともキリスト教徒で家業はパン屋、シャミは6人兄弟の3番目であった。両親は家庭ではアラム語を話していたが、学校では アラビア語が使われていたため、早くからバイリンガルとして育った。1956年、10歳の時、イエズス会の修道院に入れられる。ここで短期間のうちに振る。1959年に、ダマスクスに帰郷してからも図書館に入り浸り、アンクルトムの小屋や、風と共に去りぬ、フォークナー、ヘミングウェイ、スタインベックなどを英語で読んでいる。1965年、 17歳の時共産党に入党。ラフィクシャミの筆名は共産党での地下活動のために作られたものであった。党内では1964年、友人と共に若者向けの新聞、あるスコーラーラを創刊したが、性に関する記事が多いことなどを理由に、党から出版停止を受けた。1965年、ダマスカス大学理学部に入学。 1966年に風刺的な壁新聞、あるマンタレックの発行をはじめ、ダマスカス旧市街のショーウィンドウに月2号の頻度で掲示したが、3年で発禁処分を受けた。1970年に同大学を卒業、1971年、ドイツのハイデルベルク大学へ留学する形で亡命、アルバイトで学費を稼ぎながら科学を学び、 1979年に博士号を取得した。ハイデルベルク大学に決めたのは、時間的猶予がない中で許可証が一番早く降りたためで、亡命時にはドイツ語は片言でしか話せなかったという。ドイツ語の文体になれるために、ハイネやアンナ・ゼガース、カール・クラウスなどの著作を書き写すなどし、70年代の終わりには、言論活動もアラビア語から、 ドイツ語に移行した。1980年、同郷のスラマン・トーフィックラ3人の外国出身作家とともに、文学グループ、南ンプ外国人労働者のドイツ語を結成、アンソロジー州の出版などを継続的に行う。また同年に製薬会社に就職し、営業の仕事を担当するが、著作業に専念するため1982年に退職した。 1985年、ドイツ語を母語としない、ドイツ語作家に贈られる、シャミス総賞の第一回奨励賞を受賞。同年、南風を離脱。退職後はそれまで書き溜めていた作品に手を入れながら発表していき、自伝的物語集、ハエの父絞り、両親の故郷マルラ村で集めたメルヘイを元にした、マルラ村の物語を順次出版。自伝的な長編物語。 片手一杯の星は、チューリヒ児童文学賞ほか八つの賞を受賞するなど、好評を得る。1989年、地を人世物語のような枠物語の構造を持つ、メルヘン風の作品、夜の語り部を出版150万部を売るベストセラーとなり、シャミの名を一躍有名にした。この作品は、ハーメルン氏のネズミり賞などを受賞したほか20を超える言語に、 翻訳されている。以後の作品に、空飛ぶ機大人の読者向けに書かれた、夜と朝の間の旅、ミラードなどがあり、2004年の長編小説、愛の裏側は、闇は、シュピーゲルのベストセラーリストに20週連続で載った。これは、ダマスカスを舞台に、それぞれカトリックとギリシア正教の2つの家の100年にわたる確執を、 描いた作品で現在までの代表作と目されている。このほか政治的なエッセイも多い。シャミは1979年、数学教師であったベチーナ・マルンバーグと結婚したが、1985年に離婚。その後朗読会で出会った画家、著作家のロート・レープと1991年に再婚しており、彼女は以降シャミの著作の想定や差し絵をしばしば手がけている。 2007年、ネリー・ザックス賞受賞。ありがとうございます。